エトラちゃんは見た。俺はトクサ。とあるテレビ番組の制作スタッフをやっている。その番組の内容とは、激震エトラちゃんは見た。いわゆる心霊系オカルト系の番組で、主に視聴者が投稿した心霊動画や写真を取り上げるという内容だ。そして今日もまた投稿者たちの動画や写真をチェックしていたのだが、こりゃひでえ雑からだな。今回はなかなか使えそうなのないな。お、これなんかどうだ。ちょっと古い動画だが。どれどれ。ほらここ。でもこれただのノイズみたいなもんじゃないか。でも演出によっては怖く見えるんじゃね。投稿者は関東在住の24歳女性あかねさん。メールじゃこの霊みたいなのはいじめられてた同級生の生き霊なんじゃないかって書いてあるぞ。あー、いじめか。面白そうじゃん。取材してみようぜ。でもいじめって結構デリケートな問題だぞ。生き霊って書いてあるからその子も生きてるだろうし、世に出していいのか。絶対嫌だろ、いじめられた側は。じゃあその生き霊扱いされてる子にも取材して許可取りゃいいじゃん。案外 OK 出るかもしれないぜ。とりあえずその投稿者のあかねって女にアポ取ってみようぜ。他にないし。そうだな。こうして俺たちは心霊動画を投稿したあかねという女性と連絡を取り、直接インタビューをすることになった。このアパートか。若い女が随分ボロいアパートに住んでんだな。こんにちは、エトラテレビエトラちゃんは見たの番組スタッフ、徳佐と申します。あかねさんいらっしゃいますか。はい。あ、こんにちこんにちは、こちらがあかねです。私は友人のゆずりはと申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。随分やつれてんな。あのゆずりはって人も動画に出てたよな。同級生か。じゃあまず中学生時代のお話を詳しく聞かせていただけますか。あれは映っていたのは絶対あざみよ。あざみさん。はい、彼女が中学生の頃いじめられていたクラスメイトです。いじめは具体的にはどういう。その主犯格の女子をメインに仕方されたり、物を隠されたり、悪口を言われたりしてました。それから雑用を押し付けられたり、机に落書きされたりなんかも。なるほど。それでその子がこの動画に生き霊として映ったと。そうよ。だってあざみはこの動画に映ってないし、当時見た時はこんな影映ってなかったもの。あの子中学卒業してすぐ家族と一緒に蒸発したって聞いたし、あいつ絶対私のこと呪ってるんだ。だから最近ずっとおかしいのよ。あかね、落ち着いて。あの、もし呪うとしたら主犯格の女性じゃないですか。そう思うんですけど、私たちもその子のことかばえなかったものですから、クラスメート全員恨んでるのかもしれません。現にこの子最近ついてないことが多いんです。両親が離婚したり、彼氏と別れたり、仕事で不運が続いたり、最近じゃ精神科も通い詰めて、もう親友の私しか信用できる人がいないって。ではひとまずあざみさんにもインタビューしてみますから、もう少々お待ちください。わかりました。もう私を呪わないでって言っといてくださいね。あかね、大丈夫よ、私がついてるから心配しないで。なんかちょっとリアルな話だったな。しかしあのやつれよ、あれはだいぶ参ってるぜ。とりあえずあざみさんを調査してみようか。おう。そして俺たちは数週間かけてあざみさんを探し、ようやく彼女の居場所を突き止めることに成功した。は？テレビ局？突然すみません、実は中学時代の同級生があなたについてお話ししてたもので、あざみさんからも事情を聞けないかと思って連絡させていただきました。可能であればご自宅に伺わせていただければと。うん、わかりました。数日後。すみません、エトラテレビの徳佐と申します。どうも。では早速動画を確認していただきたいのですが、この動画です。ほらここ、この影があざみさんの生き霊だと投稿者が言っておりまして。うん、それ誰が言ったんです。ああ、同級生のあかねさんという方です。当時あなたがいじめられていて、中学卒業とともに蒸発したと。あかねが、あの女がそう言ったんですか。はい、
まったく、相変わらずとんでもない女ね。私をいじめていた主犯格の女は紛れもなくこの女ですよ。正確に言うと、はっきりと嫌がらせしてきたのはその女だけです。まあ確かにみんなかばってはくれませんでしたけど、別に恨んでないし挑発なんてしていません。あの女のことは嫌いですけど、別に中学時代のことをいつまでも考えてるほどこっちも暇じゃないので、うん、なるほど。だから自分が呪われてるとあんなに思い込んでたのか。自業自得じゃないか。おお、かった。これだってただの映像のノイズかブレでしょ。呪いとか生き量とかバカバカしいですよね。すみません、辛い過去のことを聞いてしまって。うん、でもあの女今どん底に落ちてるんでしょ。うん、はい。最近は不運が続いて我々から見てもかなり憔悴しきってまして。まあ無理もないわね。息を吐くように人の恨みを買うような女だったから。え、積み重なった悪行が今巡り巡ってきてるのよ。別に私は呪っちゃいないけど、正直ざまあ見ろだわね。まさか茜さんがいじめの主犯格だったとはな。よくも堂々嘘をつくもんだ。しかしどうする、この動画。ああ、もうこれはボツだろう。んじゃ、あの茜って女に連絡しねえとな。ちょっとめんどくさそうだけど。翌日。何ですって、お蔵入り。はい、あざみさんもご存命でしたし、恨みや呪いについても否定されてましたので。そんなはずないわ。絶対あの女は今も私を恨んでるはずよ。そうよ、本当にしつこい女なんだから。ちょっといじめられたからってネチ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 追い詰めてきて。なんて自分勝手な。彼女は今元気に自立した生活を送ってらっしゃいました。不運が続いたのは偶然で一時的なものだと思いますよ。嘘よ、私は絶対呪われてるのよ。だって昨日だって玄関の中に鳥の死骸が置かれてたんだから。これも偶然だって言うの。それはねえ、あんたたち書類師のつてがあるんでしょ。テレビでいつもやってるじゃない。お祓いしてよ、お願いよ。わかりました。動画は公開しませんが、そのことについては手配しておきますので。急いでよ、お願いね。はあ、やっぱ荒れてたか。ああ、これはだいぶ参ってるな。しかし、玄関の中に鳥の死骸か。確かにそれは不気味だな。え、なんだそれ。そりゃ完全に生きてる人間の仕業じゃないか。だな。しかしあのあざみという女性がやりそうにも見えなかったし、何より連日嫌がらせするには距離があるしな。それに両親が離婚したり彼氏と別れたり仕事で不運が続いたり。うん、なんかこの件さっさと手を引いた方がいいような気がするんだよな。お、珍しいな、徳さがそんなこと言うなんて。第六感が働いたか。さあ、それよりまた一からやり直しだ、急ごう。おう。結局俺たちはこの案件から身を引くことになった。こちら除霊師のツツジさんです。その後一応除霊師は紹介したものの、その後の彼女がどうなったのかはわからない。それにしても悪いことしてるっていう自覚があるなら最初からやるなよって思うがな。もし彼女の不運が被害者による人為的なものだったとしたらまさかな。最高のスパイス、なんでしょう。たくさん楽しんだね、あかね。ご視聴いただきありがとうございました。今辛い気持ちを味わっているのは自分の過去の行いのせいだと分かっているのであれば、一言謝罪したいだとか反省の気持ちはないのでしょうか。何にせよ悪いことはするものじゃないです。それにしても一番の味方であると思っていた人間が裏では何をしているのか
腹の中ではどう思っているのかなんてわからないものですね。やはり幽霊より生きている人の方がずーっと怖いです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。